こんにちは。ブロガーそしてフォークシンガーの原慎一です。8月20日日曜日のライブ告知をさせていただきます。毎週日曜日の23時から23時半までの30分間、フォークソングを弾き語りながら世の中の出来事を語ります。今週もロシア・ウクライナ情勢をメインに語ります。さて、今回は一つ興味深いデータをご紹介します。まずは8月17日のタス通信の記事ですが、 日本からロシアへの乗用車の輸出が急増しているとのことです。要約文を朗読します。7月の日本からロシアへの自動車輸出は昨年の平均と比べて53%急増しました。これは日本の財務省が発行した統計により証明されています。7月には33,192台の車両がロシア連邦に納入され、 そのうち32,116台が乗用車でした。この数字は前年同時期に比べて84%増加しています。同時に7月の車両総納入台数は昨年の平均である約21.6万台をほぼ1.5倍上回りました。これは日本からだけでなく全体的に増えたと。 一方、7月に日本は自動車のスペアパーツや部品の供給を44.4%削減しました。ロシアの専門家らは自動車輸出の急増について輸出禁止が発行する前に買い手ができるだけ多くの自動車を輸入しようとしていると説明しました。8月9日より日本はロシアへの排気量1.9リットル以上のガソリン車、 ディーゼル車車ハイブリッド車の納入を禁止しましまた以上です。つまり、輸出規制が厳しくなる前の駆け込み需要であったと記事は分析しています。とはいえ、ロシアの自動車市場において、日本車への需要が根強く存在することは間違いありません。おそらく、規制が厳しくなる8月以降も中国、あるいは東南アジア、 アフリカといった地域を経由して日本車のロシアへの流入は継続していくでしょうそしてその一部がウクライナの戦場で大活躍していることは日本ではあまり知られていませんロシアの軍事情報サイトには前線の舞台で重宝されている日本車が頻繁に登場しますというのもこれらサイトでは読者から寄付を募り 特別軍事作戦の前線の兵士から要望の多い装備品を購入し提供するという活動を行っています需要が大きいのはマビックのような小型ドローンそしてそれと並んで SUV 車特に日本車です民間支援の意義は次のようなものですつまり現場がいくら熱望しているからといって ロシア国防省が日本の乗用車を購入し、ロシア連邦軍の装備として現場に配置するというのは不可能です。そこで中古品の流通市場で民間の支援団体が購入し、現場の部隊に直接寄付してあげるという形式が取られています。例えば、軍事サイトコローネルカッサードによれば、直近で前線からリクエストされたのは、トヨタランドクルーザー 100SUV、トヨタハイラックス、 三菱 L200 ピックアップ、日産パトロールなど、これらを提供した、あるいは今後購入し、提供する予定とのことです。一方、ウクライナ軍でもまた、日本車がなんと、戦闘車両に改造され、使用されています。最近では、トヨタのピックアップをベースにした MR2 ヴィクトル自走対空砲に注目が集まりました。 ピッックアップに大砲を設置しししててて自走法として使用しています日本車の魅力についてはもちろん故障が少ないことが第一に挙げられますまた試験ですが日本の自動車メーカーはデザイナーさんが優れており見た目がかっこよく男たちの感性に訴えるものがあると考えます世界中のメディアが注目する戦争地域は 各国の軍需品メーカーの見本市となるのが世の常です。そして今回のウクライナ紛争において、ひときわ輝きを放っているアイテムの一つが、はからずも日本の SUV 車であることは間違いありません。最も過酷な環境の中で立派に兵士たちのニーズに応え、抜群の性能を証明しています。 戦争で日本車が使われることの良し悪しは別として、日本のガソリン車やディーゼル車は世界中で信頼され愛されており、少なくともロシアをはじめグローバリズム路線と距離を置く国々においては今後も求められるであろうと個人的には確信します。最新の調査によれば、欧州でもガソリンディーゼル車廃止への反対の声は大きく、 予定通りに進むか、雲行きは怪しい様子です。気づけば、日本だけが馬鹿正直に環境基準目標に従い、世界最高の技術と文化を失う結果にならないよう、慎重さが求められます。それでは、8月20日日曜日の23時から23時半、YouTube ライブにてお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。See you.